どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはハンモックなんですけれども、このハンモック発売されて30年以上経つんですけれども、全世界で20万個以上売れたハンモックなんです。このハンモックは底面がフラットになるフルフラットハンモックなんですけれども、テントのようにビビースタイルで使用することもできます。ということで今回紹介するハンモックはこちら、ででん、ローソンのブルーリッチハンモックというハンモックです。ローソンというメーカーもブルーリッチというハンモックも聞いたことがないと思いますが、ものすごい商品です。ローソンハンモックはアメリカのロースカロライナ州に本社を置く世界初のフルフラットハンモックのメーカーです。実は日本で人気の DD ハンモックもローソンハンモックが持っている特許を元に作られたハンモックなんです。1990年に販売をスタートし、バックパッカーマガジンとアウトサイドマガジンをはじめ、ナショナルジオグラフィックから最高評価を受けています。2015年にはアメリカで権威ある50キャンプファイヤーから最も秀逸な商品を贈られるギアオブザイヤー2015を受賞しました。商品は25カ国の国々で愛され、世界の取扱い店舗数は850店舗以上あります。スポーツアウトドア用品販売業として世界第3位の売り上げを誇るバスプロショップスをはじめ、アメリカ最大手のスポーツ専門店ディックスでも取り扱われています。2017年ニューヨーク証券取引所に上場しているアメリカ大手アウトドア専門店カベラスでも販売されており、カベラスの公式 YouTube チャンネルには2015年の時点でローソンハンモックの創設者ウェス・ジョンソンとともにローソンハンモックが紹介されています。ローソンハンモックは1990年に販売をスタートし、米海軍、米空軍やアラスカ遠征隊などでも使用されており、30年の長きにわたってアメリカで愛されているハンモックテントです。またアメリカで最も評価の高いリアリティ番組サバイバーに出場し、女性初の2位となり賞金1000万を獲得したケリー・ウィグルスワースさんも愛用しています。彼女はサバイバー出場者の中で唯一反対票を投じられたことのない生存者で有名です。発売から30年以上経っていますが、アメリカのキャンプ4という権威あるアウトドアメディアではザ・ベストキャンピングハンモック2020で1位を獲得。アウトドア雑誌バックパッカーは過去8ヶ月の間12種類以上のハンモックを使用していきましたが、私たちを満足させたのはこのローソンハンモックだけでしたと評価しています。名実ともに全米で何十年も愛され続けてきたハンモックです。現役の軍人からキャンパーまで幅広い人間から30年以上愛され続けている、そんなハンモック、ローソンハンモックを今回紹介したいと思います。ということで、すごい人たちが普段から使っているハンモックということが分かったと思うので、これから実際に使ってみてその凄さを実感してみましょう。まずはこのハンモックのすごいところをさらっと紹介します。1つ、ハンモックですがフルフラットになります。フルフラットになることで腰への負担が少なくなり、ほとんどテントに近いスタイルで使用できます。普通のハンモックでは寝返りを打ったりうつ伏せで寝ることはできませんが、ローソンハンモックではそれが可能です。2つ、ハンモックスタイルだけでなく地面に置いてテントのようなビビースタイルで使用することもできます。ハンモック設営には木と木の間の距離が重要になってきます。いつもと違う場所で張る場合、状況によってはベストなポジションを確保できない場合もあります。このローソンハンモックであればそんな時でもペグ2本さえあればビビースタイルで使用可能です。これにより以前は利用できなかったレベルの適用性が提供されます。3つ、専用のフライシートが付属しています。このフライシートがキャンパーを 100% 囲んでいるので雨から守ってくれます。このシステムによりキャンパーは湿った地面や急な地形など従来のテントキャンプに適さない場所でも寝ることができます。ハンモックにプラスしてタープを張るキャンプスタイルは日本でもよく見られますが、結構手間のかかる作業だと思います。ローソンハンモックであれば別にタープを張る必要もなく1分でフライシートをかけることができます。4つ、このローソンハンモックは20個のロープで張り具合が調節されています。デフォルトのままでも使用できますが、結び目を短くしたり長くしたりして自分なりにカスタマイズすることができます。5つ、このローソンハンモックには専用のアンダーキルトが発売されています。ハンモックの底面にプラスしてあげれば床の断熱ができ、極寒の状況でも暖かく使用することができます。6つ、日本正規代理店で購入するともともと別売りのサスペンションシステムが付属します。付属のサスペンションシステムを使えば誰でも簡単にハンモックを設置することができます。似たような製品は Amazon でたくさん売られていますが、それらのハンモックストラップはいくつか輪っかがついているだけで自分の好きなところでカラビナを固定することはできませんでした。
ローソンハンモックであれば引っ張るだけでテンションをかけられ、ハンモックをフルフラット化することができます。7つ、このローソンハンモックは底面部分が 110cm×210cm あるのでタープのような使い方もできます。8つ、このハンモックはメッシュの部分以外は全て防水です。その他のハンモックの場合、地面から浮いているとはいえ底面からの浸水を防ぐためベッド、タープが必要でしたが、ローソンハンモックではそれも不要です。他のハンモックでは雨がロープを伝って室内に入り込んでくるので必ず止水加工や道具が必要でしたが、ローソンハンモックはそもそも室内に水が入り込まない構造になっています。9つ、ロープなどを駆使してテント内でうまく設営すれば蚊としても使用できます。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは横 58cm、 直径 12cm と1人から2人用のテントとほぼ同じ大きさです。ハンモックだけの重さは 1518g、 ポールの重さは 226g、 フライシートの重さは 415g、 サスペンションシステムの重さは 324g、 合計 2555g でした。付属のサスペンションシステムの長さは 3m です。木に巻き付けて使うので実質 2.5 メートル程度の長さで使用できます。ハンモックの長さが 3.2 メートルなので木と木の間は5メートルから7メートルあるとちょうどいいと思います。早速ハンモックを設置してみましょう。設置方法は1、まずちょうどいい間隔の木を見つけます。自身の歩幅で何歩ぐらいがちょうどいいのか把握しておきましょう。僕は6歩で4メートルなので7から9歩ぐらいがちょうどいい間隔でした。2、ハンモックを広げましょう。3、このハンモックには端に横棒がついているので差し込んであげます。4、次に付属のポールを組み立てハンモックのこの部分に差し込みます。5、次にサスペンションシステムを木に巻きつけます。リーブノートレイスという世界的な環境保護団体によると、どんな素材であろうとも幅 1.9 センチ以下のストラップは使わないでくださいとのことです。付属のストラップの幅は約 2.4 センチで、かつ木を傷めづらい素材でできています。サスペンションシステムを木に巻きつける作業は輪っかに通すだけなので誰でも簡単に設置可能です。6、ハンモックの青い接続部分とサスペンションシステムのカラビナを接続します。7、この状態でサスペンションシステムを引っ張ればこのようにハンモックを簡単に浮かせることができます。このサスペンションシステムは特許出願中で、リュックなどと同じ機構を採用しているため自由自在に長さを調節することができます。左右バランスよく引っ張ってあげれば完成です。ハンモックと聞くと設営が難しいのではないかと思うかもしれませんが、あまりの簡単さに驚くと思います。ローソンハンモックはフルフラットになる機構を持っていますが、組み立ては複雑ではなく、むしろシンプルな構造です。慣れれば 2,3 分でこの状態にできます。撮影しているこの日はかなり風が強く、揺れていては撮影できないので四隅をロープで固定し、ペグダウンしピンと張るように固定しました。ロープが通せる穴があるのはとても便利です。ということでローソンハンモックの外見を詳しく見ていきましょう。入り口は片方にしかありません。かまぼこのような形をしており入りやすい形になっています。このハンモックは片側10箇所、両方で20箇所をロープで固定して張り具合を調節しています。この部分をほどき、よりピンと張ることもできます。ロープの張り具合はデフォルトの状態だとこのぐらいのたわみ、20箇所すべてを7センチ程度縮めた場合だとこのぐらいのたわみになります。皆さんが見ている画面上だと変化が分かりにくいと思いますが、寝た時の背中の沈み具合と突っ張り具合がだいぶ変わってきます。もう少しピンと張りたい場合や、もっと緩くしたいなどなど自分なりのカスタマイズが可能です。こういった細かい点が世界中で20万個以上売れ、30年以上マイナーチェンジを繰り返しながら愛されている理由ではないでしょうか。個人的にはデフォルトの状態はたわみすぎだと感じたので、7センチ程度短くした方が好みでした。早速中を見てみましょう。中はかなりシンプルな構造で余計なものは何もありません。ハンモック内の天井には輪っかがついています。 S 字型のフックではなく輪っかなので、ハンモックに入る際や出る際にも揺れてランタンが落ちにくいようになっています。この輪っかは頭側にも足元側にもついています。2つついているので、この時期なら扇風機をつけたりすることもできます。ハンモックはいろんなメーカーさんから発売されていますが、ロープを通してランタンフックにしたりするものが多くある中、
テントと同じようなランタンフックがついているのは珍しいと思います。すっきりしているので目障りではなく広い視界を楽しめます。早速ですが寝てみましょう。身長165センチ、体重56キロの僕が寝てみるとこのようになります。外から見ると沈み込んでいますが、ここで普通のハンモックを見てみましょう。これとこれ、ふかふかなベッドであればローソンハンモックと同じぐらい沈むので、ほぼベッドで寝ているような感覚です。実は私もろけん、現在熊本県天草市に購入した家を改装中なんです。改装中の家に沈み込んでいるので、室内の床が汚いので、昨年8月から1年間ずっとハンモックで生活していました。なのでハンモック歴は1年間連続使用中です。ハンモックで一夜を過ごしたことがない方は想像しづらいかもしれませんが、ハンモックで寝ることができない人、合わない人というのは実は多くいます。僕はベッドではうつ伏せになって枕の下に手を入れて寝る人なので、ハンモックではそれができず、体がこの状態で固定されるので最初はストレスを感じていました。通常のハンモックでうつ伏せの状態で寝ることは不可能で、このように拷問のようになってしまいます。しかしローソンハンモックではうつ伏せで寝ることも可能です。寝返りを打つこともできるので、ハンモックですがハンモックではない寝方ができます。僕の寝方もこの通り、ローソンハンモックであればできます。ジャンルはハンモックですが、テントのように寝れるハイブリッドのハンモックです。繰り返しになりますが、このハンモックの一番気に入っている点は、通常のハンモックだと手や足を広げることは不可能ですが、ローソンハンモックなら何の障壁もなくそれが可能です。画面上では伝わりづらいかもしれませんが、寝心地は本当にベッドです。ゆらゆらと揺られながらこのようにリラックス状態で寝ることが可能です。寝心地が悪い、寝返りを打てない、身動きが取れないという理由でハンモックを避けていた人たちにもぜひ使ってほしいハンモックです。ローソンハンモックにはフライシートが付属しています。フライシートをかぶせるだけなので1分で雨をしのぐことができます。フライシートをかぶせれば360度全方位を防水でカバーすることができるので、室内を雨から守ることができます。フライシートは室内からも完璧に設置できるように、入り口の部分はマジックテープで固定します。ハンモックに入り、室内からマジックテープでフライシートを固定し、入り口を閉めれば室内からでも隙間なく完璧に閉め切ることができます。このハンモックは地面に置いて使用することもできるので、このメッシュの部分以外は防水素材です。もちろん底面部分は最初から防水です。フライシートをかぶせた時の中の様子はこのようになっています。ちょうど頭と足の部分が通気口になっており、風の通り道ができる設計です。もしあなたがハンモックで旅やキャンプをしようと思っていたとしても、状況によってはハンモックを張れないこともあると思います。そんな時は地面に設置してベビースタイルで使用することもできます。ローソンハンモックの底面部分は通常のテントと同じ素材でできており、防水性を有しています。ハンモックを地面に置き、通常カラビナを固定する部分にペグを差し込めば、このようにあっという間にベビースタイルで使用することができます。ハンモックだけれどもハンモックではない、世界中で売れている理由です。ベビースタイルでもフライシートをかぶせれば完全にテントとして使用可能です。ハンモックの大きさは室内が横110センチ、縦210センチ、天井の高さが地面に置いた時が40センチ、ハンモックスタイルの場合沈み込みを考慮して70から80センチの高さがあります。耐水圧についてです。ローソンハンモックは世界中で売れている実績のあるハンモックです。耐水圧に関しては英語で検索すればたくさんの情報が出てきます。スペック上の耐水圧は1500ミリと、地面から浮いているハンモックとしては十分な耐水圧を有しています。そもそもハンモックは木の下に設置します。枝や葉っぱで雨の量と勢いはかなり落ちているので、全く問題ない防水性だと思います。現在フライシートに水をかけていますが、弾いているのがわかると思います。このローソンハンモックは緑の部分は全て耐水圧 1500mm の生地でできています。別売りでアンダーキルトが発売されています。ローソンハンモックの中ではなく外側に設置することで冷気をシャットアウトしてくれるので、極寒の北米でも使用できるハンモックになります。どんな体重の人が乗ってもぴったりになるように張り具合を調節することができます。こういうところでいかがだったでしょうか。ローソンハンモックの紹介でした。現時点でローソンハンモックを日本で使用している人はほとんどいないでしょうし、情報もありません。
どんなキャンプ場で使っても他と被ることは絶対ないですし、何よりこの存在感めちゃくちゃかっこいいと思います。一人用のハンモックなんですけども、アメリカサイズなので日本人が使う分にはとてもゆとりのあるハンモックだと思います。全てのパーツ合わせたとしても重量約 2.5kg と軽く、フルフラットになるので、ね、うつ伏せで寝れる、ビビースタイルでも使用できると、ものすごく汎用性のあるハンモックだと思います。今回の提供先であるトレントワさんは、以前紹介したシークアーツサイドのレッドクリフやシマロンを販売している会社です。もともとはついていないペグや補修パーツなどもついており、日本正規販売代理店ということで3年間の保証もついているので安心して購入できるかなと思います。今回紹介したローソンハンモックの購入先やトレントワさんのページは概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。